でここの数字なんですが、アルファ波がですね7から14ヘルツなんですけど、7、8、9、10、11、12、13、14というアルファ波の間に入り込んでくるミッドアルファっていうのがあるんですけども、それがものすごくこう集中している時で天才能だと。でものづくり、職人さんが何か作ってる時とか、絵描いてる時とか、作曲してる時とか、スポーツ選手が神ってる動きをする時とか、あ、なるほどみたいにこうひらめく時がこの状態で、まあマインドフル状態ですね、右脳全開状態ですいうことですね。なのでこの官能にこの脳波をコントロールするつまみがあって、これくるくる回しますと。でここら辺が寝てる状態、ここら辺がリラックス状態、ここら辺がイライラしている、ここら辺が恨んでる怒り状態、ここが恨み状態で、このダイヤルがビーってこう上げると恨みになって、ここら辺になるとイライラして、でリラックスして、で寝てみたいな感じになってると。でイライラしてても、皆さんが感能がいいパソコンならすぐこうリラックスできると。でこれがね、どういうイメージかっていうと、バージョンが低い人はイライラばっかりで、バージョンが高い人はいつもリラックスかっていうと、そうではなくて、みんなこれ持ってて、バージョンが低いとこの動きがこうやってなんか硬くて、バージョンが高い人はすぐこれが動いて、バージョンが低いとなんかなかなかこうイライラが止まらなくて何日も起こってるとか、なかなか寝れないとか、でバージョンが高い人はカチーンってなるけど、まあ一回寝ちゃえみたいな、寝れば治るしょみたいな感じに、スコーンってこうすぐこう動かせるとか、緊張しててもすぐこう集中できると。で緊張がなかなか収まらないとかっていうのがバージョンの低いような状態ですね。そのバージョンってすぐこう動くので、1ヶ月ぐらいでこう動いてくるのでですね、その部分をですねこれから最後にお話ししていきたいと思います。でここが天才能と神ってる領域とかですねになります。でこの神ってる領域って、なんかすごい人しかなれないと思いきや、イライラと睡眠の間にあって、おそらく今皆さんがこうセミナーを集中して聞いてくださっている状態がこの状態なんですよ。度集中、没頭している、その状態をキープしてあげると、そうするといろいろとこう直感が湧いてきたりとかですね、この、モーツァルトも作曲が向こうからこう曲が聞こえてくる感覚とか、エジソンも宇宙からメッセージをもらってるって表現もしてるんですね、発明の時に。で例えばこのベータ波、頑張るとかあいつに勝つみたいな感じの戦いモードの時は、まあそこそこ行きますと。部活で1時間やったら1伸びて、2時間やったら2伸びてっていうふうに比例してそこそこ行きますと。でまあ県大会ベスト3ベスト4みたいな感じに行くと。だけどいつもなんか優勝しちゃってるチームがなんか笑ってると、笑いながらこう勝っちゃうと、なんだろうこの違いはと思うと、ミッドアルファ状態、ミッドアルファ波状態、この時に何が起こるかっていうと、ボールがこうスローモーションになるとか、あと右脳全開モードになるとかですね、この神ってる動きをするとか、時間密度が高いというの状態がこの状態です。で例えば今中日ドラゴンズのですね、まあ、ちょっと今野球ね自粛期間なんですけど、中日の三間拓也選手っていう人が県大高崎って群馬の高崎出身なんですけど、拓也くんのうちにですね、あのお父さんに頼まれてセミナーさせてもらったんですけど、で拓也くんとセミナーさせてもらった時に、彼が巨人との開幕戦の時にマウンドに、今リリーフなんですけど一軍のリリーフで、で投げる時にね、巨人の応援団の音楽がすごくこううるさい状況の中でマウンドにこう上がって、その没頭集中モードに入ると音楽が消えるっていうんですね。ですごいことにキャッチャーの喋ってる意味が分かるっつうんですよ。キャッチャーが口を動かしてあーっていうのが意味が分かるっていうんですね。で投げてピュンって投げた時に、この投げると野球のボールが硬球がねスポンジになるっつうんですよ。スポンジになってあと5ミリこう伸ばそうとか、ここで止めて離そうとかっていうふうにボールがグニャってこうなるっていうんですね。でなって、でキャッチャー のミットにバシャーンとこう入る音が爆音で聞こえるっていうんですね。音楽がこ うるさいのにっていうのがこの集中状態ですね。